皆さんこんにちは、基礎産業山本真樹です。今日はビジネスで大事な優先順位ということでお話しさせてもらいます。こちらの話題はですね、 M&A するときにトップ面談したときにこういうことで質問されたら、その会社を買うに値するかどうかっていうようなことにもつながると思いますし、企業とかですね、再生とかそういったところの質問でも非常に使えるワードではありますので、ぜひちょっとこれを見てご参考にしていただけたらと思っております。じゃあ今日はちょっと最初から問題から入っていきたいと思います。こちらの自分、お客様、取引先、従業員ってありますよね。この中で一番こう優先して大切にしていかないといけない順番というところをつけてみていただけますか。ちょっと回答がどうなのかと言いますと、こちらになります。取引先、従業員、お客様、自分っていうふうに、こういうふうになりますね。なんでかというと、よくここでものすごいその違いが出てくるんですが、昔からそのお客様は神様ですよく言う言葉があるじゃないですか。だからここを優先する人っていうのが多いんですね。実際の経営改善計画とか作ったりするときに、そのお客様にどういうふうな新しい負荷をかけるかみたいな話があるんですが、その前に一番大事なのは自分が何ができるかということが大事なんですよね。ではその何ができるかっていう新しいビジネスを組んでいくときに一番大事なのはやっぱり取引先なんですね。その上でその従業員っていうのが出てきます。そのオペレーションを実行してくれる、要は従業員の方がいないと何もできないですよね。その上でやはりその買ってくれるお客様ということが大切になってきますし、そこから上がってくる収益の中でその自分が生かされているっていう考え方になりますので、この順番というところが正解になってきます。よくですね、私のお客さんで、いよいよもうちょっと会社が持たないっていう時があるんですね。その時にどうやってその破産費用を捻出するかとか、生きてるところと生きてないところをこう分けてですね、いいところだけを身内に譲るとか、そういったところを考えたりするんですが、必ず私この質問します。この中で一番大切にするのはどれだと思いますかっていうような話があるんですね。その時に破産しそうな会社の社長さんの10人ってほぼ10人ぐらいはですね、ここを言うんですね。まあ逆に言うと、私どもみたいな仕事をしてる人とかですね、他の取引先とか周りから見て、やっぱりここを大切にするって一番に言う人に協力したいというふうに一つは思わないんですよね。もう一つはこっちを大切にしないといけないっていうのがどうしてなのかというと、私のお客様、初めてお客様になる時にですね、やはりちょっとこっちからこういうふうな見積もりですよとか、こういうふうに価格体系になってますよみたいな話するんですけども、その時に必ずこう、値切ってくる人っているんですね。値切ってくるところも、ある程度じゃあいくら払えるのかみたいなところも、こっちも見ながら話をしてるんですが、結構要求してくるところが大きかったりとかですね。そういうふうな、話になってきますと、その2回目、3回目っていうところは、やはりその協力したいというふうにちょっと思わなくなってくるっていうところが、実際あります。これは私だけじゃないんです。もう皆さん事業活動してる中で、やはりその従業員とか、自分とか最終的には生かされている自分が稼ぐために、やはりその経営をしていくわけですから、自分から見てもやっぱりされたら嫌だなと思うことは、やはりその取引先に対しても、やっちゃいけないことだというふうに思います。絵で描くとこんな感じになるんですが、ここがしっかりしていないと何もできないっていうふうに書いてあるんですが、実を言うとこれを徹底してやってることによってすごく大きくなってる会社っていうのがあって、代表的な例でいくとスターバックスってあるじゃないですか。スターバックスは実際この順番でちょっと大切にしていってるんですね。やはりその豆を卸してくれる、その卸業者っていうのをすごく大切にするから、やはりいい商品があった時にはその自分のところで売り込んでくるんですね。そうするとここのバリエーションが増えてくると販売先ですよね。お客さんが増えてくるから。だからその事業が自然と大きくなっていくっていうことがあります。ここの何の会社でもそうなんですけども、このバリエーションが多ければ多いほどいろんな事業を組み立てられるんですよ。いろんなプロジェクトが組み立てられるので、その収益の間口っていうのもどんどん広がってくるから、自然と売上が立ってくるっていうような仕組みになってきます。今日のまとめなんですが、3つありますね。1つはサラリーマンの人とかにはよく言えるんですが、そのビジネスに値切りがちという言葉はないんですね。昨今の問題でいくと、駿河銀行さんのカボチャの馬車の問題なんかも特にそうだと思うんですが、あれを買う前に自分がそのお金を払って専門家に相談するっていうことをやってれば、それだけの費用で済んだと思うんですね。だけど、こっち側の方、将来どうなるっていうところをイメージしすぎるがために、こっち側本当に買ってくるものが本当にいいものなんかどうかというのを見極めがつかなかったんですね。だからそこの部分をしっかりそのお金を払って、しっかり調査して取り組んでいくということがあれに関しても大事だったというふうに思います。だから、調査するってところでお金を払う。
例えばこういうことに対して相談したいと思うようなことに対してお金を払う癖っていうのをつけていくと、その企業には失敗しないと思います。二つ目なんですが、取引先が多い方が多くのプロジェクトが組めるということは、多くのその販売先を確保することができるので売り上げが立てやすいということが二つ目ですね。三点目が、取引先から見て次もやっぱりこの人にいろいろ持ちかけたいと思われるような、その頼りがいのあるビジネスパートナーになるっていうことを心がけていくと、自然と売り上げが上がっていくというふうに思われます。実際儲かってない会社っていうのは、ここは意外にしっかりしてないんですね。じゃああなた一体何ができるのっていうふうなことになってくると、何もできないみたいないうようなことがあって、そのためにはしっかりその取引先ですよね、一度取引先を精査してみていただいてですね、その中でどういうふうな売り上げを立てていくか、どういうふうな収益を立てていく中において借入れ金を返済する、要はその依存体質にしないとかですね、会社を買った時に大きく伸ばすっていうようなことができるというふうに思います。最後になんですが、前回ちょっと紹介させてもらった年商が1年で5倍になった会社ありますよね。あれ実を言うと、NHK の番組に出ててですね、そこのインタビューで、私も振り返って見てて、ああ、やっぱ成功する秘訣があったんだなというふうに思うんですが、この人がなんで会社を売りたいのかっていうようなことがあったんですよ。その時に、実を言うと、ここを守りたいからって言ってたんですね。さらっと言ってたんですけども、あ、これは伸びるわって思ったんですね。だって100年以上続いてる中で多くの取引先を抱えてたわけで、だからここの部分にしっかりしたその意識を持ってる会社が入ってくると、自然に取引先が戻ってくるということは、その販売先が増えてくるっていうような仕組みに自然となってたんだなというふうに思います。今日はちょっと創業にも M&A にも再生にも使えるような話をさせてもらいました。次はちょっと事例を入れてですね、こういうふうに売り上げが伸びましたよっていうような話もさせてもらえたらなというふうに思います。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。